今回紹介するスレはこちら。逃走のフリーレン。第4パーティというヤバい奴が混ざってるパーティ。誰のこととは言わんが、混ざるの使い方おかしくない？むしろヤバい奴しかいないんだよな。才能がヤベえ奴と、才能がヤベえ奴と、才能がヤベえ奴どれでも好きなのを選んでよいぞ。全部同じじゃないですか。ユーベルはあれで普通に常識と分別はあるし。全員ヤバい奴定期。一人だけオンライン受験がおるな。みんな目が死んでる。精神の異常者、ふるさとでティータイムしながら受験、税理への揺らぎさえ見破る才能このパーティだけ狂いすぎでは？半端にやべえやつを散らせるより、やべえやつはひとまとめにした方がマシという判断。やばいやつが混ざってる、罰やばいやつしかいない、丸。衣服はモノトーン統一なの悪の組織みたいでおもろい。フェルンが一番まともそうなのバグだろ。でも蓋を開けてみたらユーベルが思ってのと比べてすっげーまともに驚いたよね。この作品の悪役ですと説明されても納得してしまうメンツ。ミスリードだろうけどユーベルの初登場が殺人鬼の殺人未遂現場みたいな描写でそいつがフェルンと同じパーティだよやべえよやべえよって感じだったの今思うと笑えるんだよね。魔法はイメージの世界にの究極系みたいな人古い時代のエルフからの英才教育を受けてる弟子オンライン受験してるメガネやっぱりメガネくんが一番おかしいよ。オンライン受験のヤバさを取り上げられがちだけど魔法はイメージってことを考えると自分の複製を作り出せるって意識自体がかなりヤバいんだよな。自分は複製可能だという認識を持っててそれを当然のように捨て駒にできるってかなり得意な精神性だよね。他人を信じていない発言も合わせて闇が深そうな気はする。その上で一体だけじゃなく複数の複製体を操ってるのも異常だわ。ラジコンじゃねえんだぞ。どんなイメージ力してるんだ。まあ一度に操作できるのは一体ずつなのかもしれないけど。魔法はイメージの世界の究極系みたいなやつ。魔法はイメージの世界の究極系みたいなやつ。魔法を戦闘手段として先鋭化させまくった兵器工だぞ。ユーベルは殺人って選択肢があるタイプの異常者だけどすぐ選ぶシリアルキラーじゃなかったからな。異常者だけど悪い子ではなく割といい子なんじゃね？って思える程度には性格まともだし。お前ふざけるなよという感想しか出てこない別ベクトルでヤバいやつ。全員合格のパワーバランスがおかしいチーム。むしろビアベルの高速魔法ラーニングした結果、私も殺すまでの猶予が欲しくなったって言ってるから試験前と後では殺人に対するスタンスが変わってる可能性もある。逆に共感しただけで魔法コピーできるのに殺す猶予いらなかったんだな。他人の裸を覗き放題のやべえやつ。やばい女筆頭のユーベルが服が透ける魔法の存在知ってから腕で体隠すギャップが可愛い。なんやこのチューパー。フェルンが服透ける魔法使えるって分かった時のリアクションで一気に他のキャラと同じ土俵に降りてきた感がある。そのシーン、他の人に言われて気づいたけどオンライン受験くんちゃっかりチンガードしてんだよね。わかる。あと、魔族とかジーとか他にやべえやつが多すぎるせいで作中で言われてるほどユーベルに危険人物感がない。いやでも比較対象が魔族やレルネンさんなあたりが。この中で、お前正気かよって一番強く感じる子、最終的にメガネ君になる。まあウラやリーニエみたいな外見だけ人間な害獣じゃなくてちゃんと人間の女の子だってことがわかる描写だよね。服が透ける魔法への反応。全員一級になったのってここだけだっけ？うん。ちなみに全員不合格がフリーレンチームとエーデルチーム、あとは誰かしらが受かってる。ゲナウさんの嫌がらせとしか思えないパーティ編成バランス考えろや。カッコ3人のヤバいやつが、カッコ1つに混ざってるパーティ。ユーベルが殺人に躊躇ないのは大体何でも切れる魔法をコピーした時の共感の影響だったりして、逆に本来の気質ゆえに大体何でも切れる魔法が使えたけど、いろいろな魔法をコピーするためにいろいろな人に共感を続けた結果、精神が人寄りになって弱体化するようなパターンもあるかもしれない。ユーベルは最初の印象が、わざと盗賊に襲われて返り討ちにするのが好きなマルヒと趣味だったから思ってたよりハマ友よりだったけど、やっぱヤバい。コフェルンは周りの魔法使いと比べて隠密性優れているのが改めて認識欄とは。お前ふざけるなよ。わざと盗賊に襲われて返り討ちにするのが好きなマルヒと趣味、どこぞの盗賊殺しのインバースさんとやってることほぼ一緒だからまともじゃないのは明白だよ。悪人に人権はないし、
ユーベルは絶対オンライン受験くんの本体に会いに行くだろ。ゼイリエが直感で一級魔法使いにした方がいいという判断をしたことから絶対再登場すると思ってるけど、どう絡んでくるか全くわからない帝国の住民とか？ラントが帝国の村が故郷でユーベルがそこに向かってるとかだったら本編絡むかな。ユーベルは次出るときは下手したら一級の魔法複数コピーしてそうだからやばい。全員合格どころか、二人合格したチームも他にないという。不意打ちさえなけりゃリヒター通りそうだけどまあ運がなかったよな。作中評価も読者からの前評判も優秀なフェルンとヤバいユーベルに隠れてラントは目立ってなかったな。最後の最後に爆弾投げてきたのがラントくんよ。多分このメンツの中で自分のヤバさ自覚してるのユーベルだけだと思う。最年少首席合格なんてそれだけ3級試験を目指してたんですか？何って一番日程が近いから受けただけですけど？何その、一番近所なのが東大だったから東大受けましたとかいう東大生みたいな。メガネ君は単に才能の塊で引きこもりニート精神を進化させただけかもしれないから。働きたくないし出歩くのもだるい。そうだ俺増やしてその俺が仕事すりゃいいじゃんこれで普通実現しないのになぜか成功させた。しかも1級取る理由も必要になったからって運転免許感覚だし。北部に行く用事があるってこと？本体が家から動くイメージないわ。切れると思ったものを大体何でも切断する共感したら魔法ゲットの精神異常女ゼイリエ以外気づけないほどの本体と同性能分身を長距離から遠隔リモート男全人未踏の魔法の領域へ行ける可能性がある才能を持つ女運もしかしてユーベルが一番マシ？ただのモブパーティーです通してください。メトーデさんで毎回笑うわ。メガネくんバレたから本体出すわみたいな雰囲気でさらに分身出してくるからメンタルクソ強い。あまりにも性格と性能がアレなせいでグラオザームの関係者説まで飛び出す始末だからな。しかも伝剣が魔族に指示したという前例があるせいでそこまで突飛な説でもないのが。ラントが感知してフェルンが狙撃。寄った相手はユーベルが切る相手は死ぬ。他のスレでも言われてたけどこのパーティ相手だと生半可な魔族は大体即死するよな。試験官を殺したヒソカと完全体カストロがいるパーティ。ただ上でも言われてるけどメガネ君も服が透ける魔法相手に隠してるからちゃんと人間なんだという描写がされている。次の試験じゃ敵同士出して脳内を明かさない方がいいって忠告するしついてくるなって言ったのに結局ユーベルと相席してるしラント君も冷たいようで人間らしいところはある。ユーベルがメガネ君に共感したらユーベルも増殖するのかな。特定条件で防御無視の即死斬撃を飛ばすやつが分身って悪夢だよ。ここにビアベルのソルガニールも加わるからな。防御や回避も許されないてかソルガニールと分身魔法の相性がやばい。そんな子の中にヤバくない奴がいるみたいな言い方。ただまあアウラいなくなったから盗賊できるぜとかいう人間は正直死んだ方がいいと思うしころ。巣にしてもそういうの選ぶようにしてるユーベルは殺人鬼としてもだいぶ上等な部類だよな。フェルンは普通だな才能ヤバいって言っても魔王健在時代の連中と比べたら全然だし。フランメ含めあらゆる天才を神話の時代から見てきたゼイリエが誰も到達できない高みに連れてってやると勧誘した天才だぞ。現段階でも隠密スナイプの殺意やばいしな。ユーベルって描写の範囲だと高速魔法しかラーニングしてないけど見せてないだけで他にラーニングした魔法のストックが複数あるはずなんだよな。それ次第じゃまたヤバさのステージが上がる可能性がある。まあ言うて一級になれるビアベルやラントレベルの魔法はラーニングできる機会なかなかないんじゃねえかな。5級以上ですら600人しかいないしこういう試験の時でもなければ大した魔法は覚えられなそう。ユーベルのソルガニールならフリーレンやゼイリエでも拘束できるんだろうか。拘束されてもどうとでもしそうだけど絶対防御を破れるなら拘束魔法耐性くらい破れそう。そうなるとソルガニール怠慢無敵すぎる。ユーベルのソルガニールが大体何でも拘束する魔法レベルになったら無敵だな。結局のところユーベルの強さはイメージ力だからそれが別方向へ向かえばそっちがとんでも性能になるだろうし。魔法使いの死亡率はクソ高いんだ。その中の上積みがこいつらなんだ。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。